インド鉄道 WAP-4 型交流電気機関車は、インド鉄道が所有する旅客用交流電気機関車。日立製作所製の電動機を採用した形式である。1980年に製造された、インド初の交流旅客用電気機関車である WAP-1 型は、営業最高時速時速 120km を誇り、 インド各地の速達列車の先頭で活躍し続けていた。だが、牽引する客車数が増大するに伴い出力不足が問題視されるようになってきた。そこで、WAP-1 型やその基礎となった WAM4 型などに採用されていた出力値 770HP のアルストム製の電動機に代わり、日立製作所が手掛ける出力840。 HP の電動機を新たに採用したのが WAP4 型である。車体は WAP1 型と類似した流線形だが、電動機の変更に伴う重量増大に対応するために、アルミニウム合金の採用など軽量化が図られた。1994年から製造が始まり、GTO を用いるインバータ制御を採用した WAP5 型が1995年に登場して、 以降も並行して、新型車両の製造が続き、最終的に2015年までに776両が導入された。なお、形式名の WAP は、後期交流旅客用機関車という意味である。WAP-4 型の最高時速を時速 160km に向上させるため、台車を新規に製造したものに変更した形式。試験運転が実施されたが、結果は思わしくなく、 改造された6両は全てワップマイナス4型への再改造が実施された。ありがとうございます。